カラオケしないよ。いや、全然余裕なんですけど、カラオケ配信するほどの元気はないかなみたいな感じ。カラオケボックス借りて、なんか可愛い格好して飾りつけてみたいな、そういう元気はなかった。明日ライブだし。こんばんは。今日はね、完璧だったんです。今日は非常に完璧。パーフェクトガールです。何が完璧かって、仕事は何もしてないんですけど、まず朝マツパに行きました。で、昼寝しました。で、病院行きました。で、何？あ、ネイルに行きました。百均に行きました。マッサージに行きました。ドラッグストアに行きました。全部やった。完璧か？めっちゃ有効活用したわ。タコタコ。すごいでしょ。ポイントは途中で昼寝もできたところ。しかもね、聞いてプラス、アマゾンが2回来て、ヤマトが1回来たんですけど、こんなに出かけてたのに、アマゾンは朝家出る前にちゃんと2件来て、で、ヤマトは1回家に帰って昼寝するタイミングで来ました。すごくない？めっちゃすごいよね。完璧すぎて。世界は口を中心に回ってます。いや、そうだと思った。今日はさすがに、いや、昨日みんながいっぱいお祈りしてくれたからだよ。ありがとう。
かなり偉かったです。山猫坊主、守りたいこの笑顔、ありがとう。ドゥルンドゥルンドゥルン。山猫坊主めっちゃ可愛い。山猫坊主がめっちゃ可愛いみたいやな。山猫坊主めっちゃ可愛い、ありがとう。スガレンコン、今日病院行ったらなんかで、コロナまた流行ってる、コロナの疑いが晴れるまではじゃないけどさ、なんか外におらされてさ、めっちゃ汗かいとってるけど、おじいちゃんがさ、わし去年コロナになっとるんだけど、もういいかね、みたいなずっと言っとってさ、いやそうよね。おじいちゃん外にずっと暑い中待たされて、外で丸椅子で、いやしんどいよね、さすがにって、同情したわ。そう、病院に来るぐらいの人はさ、外に放置しちゃダメだと思った。よし、どう、メール送った、
埼玉のいたん、こまこま、ありがとう。ちょっとメイクしようと。あ、疲れんこん。お、スポンジ発見。いやー、充実した一日やったわ。かりちゃん、はい、なんでござるか。明日の品川は25度。え、ジャケットはいらないか。普通に半袖で終わり。あったか、涼しくなったけどさ、長袖はまだいらないよね。さすがに。その一日をカラオケで終わらせようとしてたのすごい。いや、だってそんなさ、どっちみち外に出てんだからやっちゃえと思ったけど、そんな元気もなく。あさってまた気温が上がる。なんかね、ニュースでもね、結局来月も気温は高いは高いよみたいな感じだったよ。でもそれは最高。冬にならずに程よく来年ぐらいまで25度ぐらいであればいいな。寒いの大嫌いなの。暑い夏の方が好きなんだ。の方がいいよね。なんだかんだね。寒い方がいいの？なんで？ちゃんとあげてくれてるわ。マツパ行った日にマスカラ塗る瞬間っていつも緊張するんですよ。下手くそだったらどうしようって。でも今日は割とあげてくれてる。
あげ。やっぱね、店長って人に頼んだらね、いいね。自分の店っていう意識が多少あるのかないのかわかんないけどさ、ちゃんとしてる気がする。正直バイトだったらさ、店が潰れようがどうでもいいもんね。店長、いやでもあの店長は多分あの女の子は自分で立ち上げたっぽいから、私1年ぐらいその店に通ってるけど、初めていつもありがとうございますって言われた。履歴をちゃんと見てくれてた。こんばんは。今日病院行ったらさ、なんかさ、薬もさ持ってきてくれて、薬局の処方箋、普通なのかな、私さこのそんなコロナになって病院行ってなかったかな、あの薬局の普通に病院にある薬じゃなくて、薬局の人がその私が待ってる外に薬を持ってきてくれたので、300円だけ持って、私お会計がね700円だったから、多分こいつは1000円出すだろうみたいな感じで、まあ1000円出したんだけど、300円持ってたから。でもさ、なんでかな、私実はもうネイルの時間が迫ってたから、処方箋だけもらって、もうその一旦薬は時間あったらでいいやみたいな、後でもらいに行こうって思ってたのね。とりあえずネイル行きたいみたいなっていう人が多いのかな。ちゃんと隣で提携してる薬局ので薬を買わすようにしてんのかな。やられたって思いました。そうね、ありそうだよね。こんばんは。私結構病院の真横の薬局とか使わないタイプだからさ、焦ったよね。あ、でもめちゃめちゃいい先生だった。だって先生もね、わざわざね、あのコロナの人しか中に入れてもらえないからさ、あのわざわざ中に入って、中からね、わざわざね外に出てきてね、病院の外でね、なんか聴診器とね
ベロベーってやるやつとかね、持ってきてね、やってるわけ。先生も大変じゃない？だからもう大変そうすぎて、いや、コロナの人ってそんなにまだいるんですか？てかコロナってそんなですか？って言ったら、1日5人ぐらいいる時があるんだよねって言ってた。みんなも気をつけてください。でもコロナ患者の前に熱中症患者が増えそうだなとは思ったけど、大変だ。よいしょ。まもなくスペシャルシャワー TV で液様が流れます。なんかそれさ、なんかエゴサしては出てきたけどさ、すごいね。どうやって見つけるの、そんな情報。パセリのなんか親衛隊実行員みたいなやつが公式みたいな画像を作ってツイートしてて、なんか危うくそれを公式の画像かと思って引用してツイートするとこだった。でも公式見たらそんな情報一個も載ってないけど、ファンの人はどうやってSTU 公式すらど忘れしてる情報を持ってくるのかってたまげてます。パセリ応援コミュニティが作る画像さ、私多分何回か公式と間違えて保存して送ってそう、メールとかに。危ない、なんかもう怖い。メンバーあるあるな気がする。うちら収録とかしてもさ、しっぱなしでさ、いつ放送かとか知らないのよ基本だから、その辺ちゃんとしなきゃなと思う。いや確かに駅様の時に後日スペシャワー TV で放送があるって言ってたけど、放送日までそれを覚えてるわけないじゃないですか。だからすごいなって。しかもさ、生誕祭なんとか委員とかさ、応援実行委員とかってさ、このメンバーにさ、やそれの委員なんだよねって言っちゃダメらしいじゃん、暗黙のルールで。アピっちゃダメらしいじゃん。まあグッズでわかるけど、だからすごいなって思う。
そういえば生誕祭のなんかファイルみたいなやつを3日前ぐらいにもらいました。3月のやつ、生誕祭のメッセージカードなんかタワレコとかで集めてましたか、福田あかりちゃん宛ての。なんかそれを半年ぶりにもらいました。ありがとうございます。多分メッセージカード全部検閲するの時間かかったんだろうな。よし、こんな感じでどう？よーし、今日すっぴん帽子メガネサングラスで走り回ってたからやっとなんか持ち直したぞ。バッチリ。めっちゃ可愛い、ありがとう。めっちゃ可愛い。頑張ろう。よし、今週乗り越えるぞ。奥田ちゃんが写真集もらって大喜びでした。優しい。そうだ、メンバー全員に多分写真集あげれたはず。リネタンに昨日あげたら、買ったんですけどって言ってたけど、返金したいわ、3000円。申し訳ない。抗生物質みたいなやつもらいました。抗生物質って何なんだろうな、わかんないけど。体調は全然大丈夫だよ。ただカラオケでね、3時間ぐらい歌う元気はなかったわけ。ダラダラする元気は全然ある。
抗生物質は耐性菌になるので危険もある。あ、なんか絶対飲み切ってくださいって言ってたのはそれか。手持ちぶささ？手持ちぶささ？手持ちぶたさじゃね？ぶたさん、ぶたさん。手持ちぶたさ。ぶたさん。手持ちぶたさん。かわいい。かわいいかもしんない。ちょっと手持ちぶたさん。手乗り、手乗り、手乗り、手乗りインコみたいな感じで。手持ちぶたさん。かわいい。かわいいよね、なんか。手持ちぶたさん。手持ちぶたさん。ブタさんで、今日のラテトロ、これはノンカフェインだと思ってる、勝手に。だってほぼ牛乳だし。めっちゃ鼻汗かいてる。ドゥルン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 ドゥン。お話し会ありがとうございましたのツイートもしてないけど、今日のラテはツイートしてる。ドゥルン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 ドゥン。お疲れ様です。ポスト、下、びっくりした。
今さ、ごめんね、これさ、全然、何？誰かへのメッセージとかじゃなくて、なんかもう純粋にびっくりしたから言いたいだけなんだけど、今エゴサしたら、ファンの人がね、サイン会申し込んでたけど行けなかったのを取りに行ってきましたっていうツイートがあって、で、写真載せてたから見たら、私がサイン、宛名とサイン書いてたの。これ取ってきたよ、みたいな感じで。で、私でも、サイン書いてないしと思って、え？これ、スタッフさんが言い出せなくて、そう、私っぽく書いたと思って、今このスクショ撮ってマネージャーに送りかけたんですよ。これどういうことですかって。したら ALT 見たら、福ちゃんが書いてくれたらこんなんかなと思って編集してみましたって書いててびっくりした。マネージャーに送らなくてよかった。危ね。びっくりした。何々さん言えって。びっくりした。マジでやめてくれ。おもろいわ。焦った。そうだよね。さすがに私に書かせるよね。HMV ってそんなことすんのとか思っちゃったわ、今。紛らわしい。危なかったー。びっくりしたー。HMV やべえじゃんって思ったのよ。びっくりした。でもやばいやばい。こうやって AI とかに騙されていく時代なんだろうな。物事はしっかり確認しないと。めっちゃ焦った今。え？これ絶対私の字じゃないとか思って。びっくりした。てかサイン会行けなかったやつって後からもらえるの知らなかった。よかったよかった。そう、いやいや、そのファンの方は全然悪くないけど、そうそう、いや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 、そのファンの方は全然悪くないけどね、自分の確認不足。 EX 大使で衝撃受けて来てみました。嬉しい、ありがとう。よかったよね、 EX 大使。いや、片付けないとな。あ、涼しくなってきた。気がする。
何食べましたか？ミスド？ミスドしか食べてない今日。ミスド2個。ミスドうますぎる、やばい。愛してる。でもちょっと東京遠征だから冷蔵庫減らしていこうと。あー日曜日のスペイベのバーベキュー何時の部か知りたい、知りたいけど当たった人を炙り出すことになるから聞けないし、知りたい。それによって結構自分の予定変わってくる。午前中で終わったら最高だけど、なんかな、午後のさ、課外活動は別だよ多分。午後の一番最後とかやったらさ、でも言わなくていいよ、当たった人も。夜ご飯でき食べれなくなるじゃんね。バーベキューでがっつり食べるタイプの人かな私。どうだろう、夜ご飯配信用に食材置いとくか迷うな。朝ごはんにできるかな。マジ、いやでも知りたい、知りたいけど言わんでいい。使っ切るか、使い切っちゃおう。使い切っちゃいます、もう。よいしょ。この前スーパーで5000円も使っちゃったからちょっとビビってんだよね。友情はいいよ。マネージャーに聞きたいけど、もう、なんでそんなことが知りたいんですかって言われたら別に、食材使い切るかもよって言えないじゃん。聞きづらい。聞きづらいよ。予定聞くのって結構ストレスなんだよね。なんで一人知りたいんですかって言われた時に大した理由はないから、いつもそれでメンタルがやられる。辛ラーメン、辛ラーミョン、ミョンどこ？あと白菜と
ニラを消費するための辛ラーメン。白菜とニラを食べるのだ。やばいやばい、大股に歩かないといけなくなってきたぞ。床見えてるかの心配されるアイドルで辛いです。あら、エビエビ、冬に買った雪見大福はまだある。猫耳買ったんだけど、ハロウィン用に。猫耳というか獣耳。ちょっとおもながになるかも。私も辛ラーメン食べます。食べよう食べよう。
洗濯干してない。洗ったんだった。干してまーだすね。ていう来た。エキサマ。エキサイティングなサマ。スペシャサワー TV です。どれぐらい尺あるんだろう。ハム入れたい。ハムあったかな。なんかある。やったー。ハム大好き。ハム。めっちゃうまい。ハム大好き。トッポギも入れよう。2個だけ。
よし。っていうか目に入れてなかった。麺。見えてる音がするね。体すこやか茶を初めて飲んだ。意味あるのかな。ありがとう。グツ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 。洗面行きますよ。ありがとう。具材はニラ、白菜、カム、豚肉、チーズ、しめじとかのキノコ類、エビです。味は薄めな気がする。あとトッポギが入ってます。辛ラーメンの辛さが怖いから、いつも粉をめっちゃ少なめにするんだけど、そしたら絶対味が薄いんだよ。どうしたらいいんだろう。濃くする。味の素を入れればいい。パンダ。ごま油。ごま油。醤油小さじ2。ちょびっとだな。味の素奇跡的にあった。はい、はっきりと食べよう。偉いからちゃんと2回に分けて携帯をもっとタレを持っていくのだよ。あ、しかもさっきさ牛乳のさラテ飲んでるからさ
胃にいい感じに膜張ってんじゃね。いただきます。こんな感じです。豚肉、ニラ、エビ、トッポギ、ハム、白菜たち、キノコたち、締めだよミラボありがとう。こんな感じ。美味しいのかしら。ニラと白菜をね食べたかったんですわ。いただきます。どうぞ。あー、うん、辛くない？くちゃんがめっちゃテレビで話してる。やばい、今世界に私が二人いるじゃん。やばいやばい、ミッキーだったら終わってる。どっちが本当の私か分かんなくなっちゃう。 STA パート終了。あ、私だけになった。どっちも暑そう。なんか暑さがちょっと和らいできたからまだいいけど。
来年の夏も再来年の夏もささ再来年の夏も同じ感じで暑とか言ってんの考えたら恐ろしくない？生き延びれる自信がない。これがあと何回あるの？この夏が怖いよね。怖いわ。うまい。辛さがちょうどいい。あーわー、明日の気温、あ、シリ入れてないんだった。ダメだ、明日の気温わからん。あ、これに言えばいいんだ。明日の気温ナーピちゃん、あげ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 、明日も暑いってこと？まあ全然半袖だね、まだ。10代みたいに可愛い。マジ？やった。早くジャケット着たいよ。明日品川早かったよ、時間2時とか1時ぐらいかも。早かった。え、待って、明日平日？普通の早くね？え、怖っ。東京、待って、明日行くねみたいな言ってた人に、私普通に、あー楽しみに品川ねみたいな言っとったけどね。平日の昼か、なんで来れるん、すごいな。すご、学生向けのイベントなんかな。
飽きた。ご飯味は美味しいけど疲れた。もうちょいだから食べよう。冷凍のエビってさ、茹でたらさ急にさ半分ぐらいの大きさになるよね。秋が来るっていうか、なんか食べるっていう行為がめんどくさくなってくる。お腹はいっぱいではないけど、今カップヌードル食べてる。カップヌードル食べてるのヌードが NG ワードだから、今カップル食べてるみたいになって東京グールの世界みたいになってる。おでんの季節だ。おでん、おでん、おでん大好き。秋だ。ごちそうさま。皿洗わなきゃ。
よし頑張れ。うわあ！私は頑張れる女。よし！みんな！頑張る。応援して。よーい。トリマ歯を磨こう。いた。むくちゃん、あげるか、あげる。あげ、あげるこ。
優しい、みんな、みんな優しい、見守ってくれて、ラブ、絞り出したラブ。進むのが早い気がする。くちゃん疲れてるの？疲れてないけど風邪ひいちゃうんだ。風まくる破壊の出番はまだないね。終わった。できた。できたんご。新しいボールを買った。ボールがひび割れていたため危ないかなと思った。
お。段ボールさ、捨てるのやってほしい。段ボール捨てるのが本当にめんどくさくて困ってます。皆さん段ボールはどうしてますか？開くのにさ、体力がいりすぎるよね。しかも段ボールをまとめてゴミ捨て場に持っていくまでに、あのでかいものを支えきれなくて、でかい段ボールをなんかだいたいズシャーンってなるんですよ、エレベーターで。だからもう気がめいってしまってね、こうして破っておるのです。最近は紐でくくってもさ、内側から落ちていかない？くくったそばから、くくった外側は持ってるんだけど、内側、内側から落ちていくんだよね。十字にくくります。確かに確かに、よーし、できた。そろそろブーツとか履きたいね。ポンタロー、ミラもありがとう。オッケー、明日の朝出そう。完璧。
無音だった。ガーリッシュね。ガーリッシュとか買いたいけどね、ないの広島に。で東京でさ、なんか自由時間ですよみたいな感じになってさ、なんかサラちゃんとかさ、すごい遊びに行くのが上手なんだよね。けどさ、もうこの一気ドラさんさ、そのさ、昔の厳しい時代にさ、東京で合間の時間なんてあってもホテルから出ちゃダメだったし、コンビニに行くのさえマネージャーさんに許可取ってついてきてもらわなきゃいけなかったわけ。っていうか今も本当はそうなはずなんだけど、いつからそんなに緩くなったのか知らないけど、だからね、遊びの行き方がわからないんだよ。それが悩み。美容服とか買いに行きたいけど、そのどうしたらいいのかわからん。それが結構悩みです。もういいんだろうけど、なんか悪いことしてるっていう気分になる。困ってるわ。生きドラさんより下の代はそういうのはなかったから、遊びに行くのが上手で時間の使い方がうまいなって、羨ましい。オッケー、できた。麦茶にしようかな。どんどんどん。ふう、おしゃれなカフェとかね、行くタイプでもないし、まあ特に行きたいところはないんだよね。ふともたきしかね、秋の洋服見に行きたいな。うわ、結構達成感ある。ねえねえ、今日これ買ってきた。ちょっとね、そろそろやる気出そうと思って、のど濡れマスク。これさ、立体のやつさ、披露するよ。サイズが違うのか、ちょっと夜用の方がでかい気はする。止まった止まった言わないで、もう止まってないふりしてふんふんとかコメントしといて。しょうがないよ、もう電波は。2つで何円したんだろう、800円ぐらいしたかも。高い。高いよね。でもちょっとそろそろちゃんとしよう。あ、だからさ、ノドゥルマスクをカバンに1個入れといたら、遠征先のホテルとかでもこう快適にね使えるかなーって思って買ってみました。喉はね痛くないけどね、乾燥してる感じはするんだよ。なんか最近入ってきてくれたマネージャーさんがなんか気が利きすぎて、私がギホギホ言ってる時になんかトローチくれたり、のど飴くれたり、風邪薬くれたり、なんか私なんかほっといても元気そうなキャラだから、あんまそんなスタッフさんに大丈夫福ちゃんみたいな感じで言われないタイプなんですよ。
そうそう、なんかあんまりポカリとかもらえないし毛布とかももらえないタイプなんですよ。自立してそうと思われてるから、か弱い感じ出した方がいいんだろうけどね、もっと。けどそれを、その前提を知らないから多分入ってきたばっかで、すごい心配してくれて、もうそれだけで私はなんかキュンだったし、そう、しかも私より年下だったの、えみたいな、マジで見習おうって思いました。そう、でも長女って言ってたから、やっぱ長女そういうとこあるよねっていう話で盛り上がりました長女同士で盛り上がりました、話が。長女あるあるがあるんですよね、やっぱペタ組。人によって対応変えたらダメっていうか、私が変えられるんですよ。ほっといても大丈夫そうって思われてほっとかれるんですよ、何かと。そのタイプだったから初めてその気にかけてもらえて嬉しかった。うまっ。最近私の大好きなピュアラルグミが置いてないの。ピュアラルグミが置いてなくて悲しい。販売期間終わったのかな。カバヤさん、グミ。やば、今事故るとこだった。あぶねー、あぶねー。覗き見、じゃあカメラ塞ぎ、スマホカバー使っててよかった。今香港でバズるとこだった、危ねえ。セーフ。残念。ビビった。今は全然綺麗だけど、洗濯したものをとりあえず取り込んで床に投げてる状態で次の洗濯をしてる。
これはうまっ。グミ、女子ってグミ好きだよね。でもあそこの段ボールを今ちぎったからだいぶ楽になったー。君を好きになって僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。グミ食べてるおじさんあまり見ない。そうかな。おもろい。グミ食べてるおじさんもいるよ多分。うん。いないのかな、グミ食べてるおじさん。どうなんだろう。おじさんもグミ好きです。で、おじさんにも食べさせてあげたい、グミ。すいません、グミ好きです。グミ食べるよな。私グミおじさんです。これグミおじさんまで現れたよ。リクルおじさんならぬグミおじさん。グミおじさんか。グミ隠れて食べてるのかもね。こそ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 グミおじさんなのかもしれないよ。女子っぽいなと思ってるのかな。別におじさんがグミ食べてても何も思わないけど、女子っぽいって思ってるんだとしたらこそこそ食べてるのかもしれない。なんかあの学校でバレないようにお菓子食べるときみたいな感じでみたいな、マスクの下でこっそり食べてるかもしれない。わかんないけど、酸っぱいグミが好きですっていうコメントと、グミが酸っぱいのが多いです。酸っぱいのは、酸っぱいの逆にあんま好きじゃないよな。周りに何もついてないグミが好き。まあグミ食べな、いっぱい。おいしいと思う。地球グミが好き？あれ、味が好きで食べてる層いたんだ。
最近の女子あるあるで、だから常にグミとかを食べてるからあんまご飯食べないみたいな記事見て、なんかグミとかを食べてるからあんまお腹空かないみたいな見て、なんだっけな、なんかで見て、女子確かにと思った。STU メンバーお弁当、好きなおかずとご飯二口ぐらいしか食べないけど、常にグミとか食べてるから生きてるもん。そうそう、なんかグミとかちょこちょこ食べて、移動とかでなんかもぐもぐして食べた気になって、ご飯いらないってなってるのめっちゃあるあるだなって思いました。みんなグミ食べてるよ。グミか昆布、梅昆布。グミ痩せる？痩せはしないんじゃない？別に普通のお菓子だし、お砂糖でしょ。麦茶あんま、ほんまに飲んでいい？こんな甘いドリンク、砂糖入ってそう。麦茶に砂糖を入れる派？そんな人いるの？そんな派閥聞いたことないけど。よいしょ。何目的で？みんな、みんな、みんな。みんな、みんな。
ないよ、用事は。ちょっとコメント欄が滞ってたから呼び出しただけ。誰がいるんだろうと思って。ペリンゴーン。テンコ、そう、テンコ。今もう呼び出されたから私に。息をする心が歌いたくなった。明日息歌うのかな。明日の瀬戸になんだろう。25分だったらなんだろう。よいしょ。カラオケモードだったね、今日は。 L、R、 ちょっとだけだよ。カラオケボックスに行くほどの元気はなかった。水とか。入れてほしいな。僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまった。あら、歌詞が。
僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ場に微笑む、思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる、君が君が好きだ。ありがとうございました。 STU48 で息をする心でした。ミラボペンライトオンパリガット旅人おいたんシェブンタカシェブンタカ、ミラボありがとうございます。目黒の工事セブンありがとうございます。シュ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 ミキちゃんセブンおいたんありがとう。にゃんすけのかわいいふわふわ、じゃあ今日はイミリンの誕生日だからこれを歌おうかな。イミリンも私の一声だから、美しい黄昏の海よ、砂浜に佇む自分が辛くなる。大人になれなくて心が縮んでく、うなずいたことまで受け入れられないんだ。目を合わさず生きてゆく術を手に入れてしまったずるさのせい、素直になればあり合うのかな。君は何を後悔するのか、今聞いた道何度も振り向いて、思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる。あの判断あれでよかったのか、誰もみんな人生後悔だらけ。何を引き換えにして自由を手に入れた、夢を見なくなった、自分が好きじゃない、感情なんて忘れてしまった。全てが一言に見えてくる、本気になっちゃそうするだけ。君はどんな後悔しそうなの、今から
変えられやしない。今度こそは絶対後悔するな。日がまた昇ってくるみたいに過ぎ去った暗闇なんか消えてしまえ。僕はきっと後悔しない。やりたいことをやっているから。君は何を後悔するのか。今来た道何度も振り向いて思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかるあの判断、あれでよかったのか。誰もみんな人生後悔だらけ。ありがとう旅人セブン始めだよ、ありがとうミラボ、ありがとうペンライト音符、ありがとうございます。まあ最新シングルですからね、これが実はすごい懐かしい感じしますけど、1年が早すぎる。そう思わない？ASMR。 ごくごく言った？心地よき音、本当？太陽の水平線の彼方を目指して、愛を描きただらかする夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友はものしか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つきうろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう。目を凝らしてみれば何かが見えてくる。星たちは自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに見られてる自意識。どこかで消えていった光を知っているのか。僕は始まってもいない。
ものもいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とはその分別があることと言うなら、永遠に大人になんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるなよ。想像だけの愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がない。どうせならばもっと生々しくお互いの正体を明かそう。取り繕っていても虚しいよ。暗闇のその中で聞こえてくるのは希望の足音か。ミラボペンライト拍手などありがとうございます。初めでおいたミラボありがとう。セブン高ミラボありがとう。おいたセブンミラボありがとう。せいちゃんミラボありがとう。初めでおミラボありがとう。めけちゃん、おいたみらばありがとう。こんばんは。一気スペシャルだ。空の悲しみ全て押し絞ったようで、雲の隙間に差してきた淡い光、きっとここから僕の未来は始まる。勇気をもらえる時だから君を誘って手すりが。No.
どうしと増えているその間、人は何して過ごしているというのか。この前思い出してよかったで終わった時めっちゃ綺麗に終わったよね。配信始めだよ、みなもありがとう。雨とか涙とかめちゃめちゃいい曲やな。セブンみなもありがとう、カンズみなもありがとう、タカみなもありがとう。トゥ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 、おいたみなもありがとう、始めだよみなもありがとう。こんばんは、赤リンゴです。そろそろランキング読む時間かな。多分ランキング山あった、ヤマネコ坊主おじしたパターン、ありがとう、かけつけいただきました。ランキングやります。じゃあいいね、みんや EX 大賞を白で統一した衣装を身にまとった福田あかりがどれもとても綺麗でした。嬉しい、ありがとう。エクタイス衣装良かったよね。ありがとう、見てくれてゆうき、くちゃんとの同じ話したよ。今から楽しみにしてます、応援してます。いつもありがとうございます。こちらこそありがとう。次話せるのも楽しみにしてます。スカイシーありがとう。
マグありがとう。旅人ありがとう。ピッノッちゃんありがとう。いろいろな工事会社ありがとう。それぞれも無理のないようにありがとう。気をつけます。山猫坊主ありがとう。タカ病院行ったのお野菜だよ。早く元気盛り込めてちゃうね。でもラストはいつもなくちゃうね。おやすみおやすみ。楽しかったです。ありがとう。できました。みんな頑張った。お、みんな頑張ってるね。いいね。ありがとう。ゆけちゃんしば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 大丈夫の猫か。ありがとう。こいちゃん超元気だよ。ありがとう。1位は埼玉のうた。本当の気持ちをごまかして